はい、それでは受け手の基本をちょっとやりますね。本来フルコンで、試合をすると顔面のパンチ攻撃はないわけですけど、顔面殴ってこないことはまずないよね、その場合。おっしゃ、必ずそれを裁く練習をしないとね。おっしゃ、それと、硬い受けは絶対、単発に対しては受けれるけれども、相手が例えば連打で来る場合は柔らかい受けをしないと受けれないね。それと、手を必ず開いて受ける。手を開いた方が器用に動くわけです。例えば下段腹にしても握ってるように開いた方が器用にするよね。パンチもそうなんです。で、受けるのはだいたい手首に近い位置で本来パンチを受けますから、握ると、はい、拳握って、一回握ってください。握るとどうしてもここに力が入るわけです。だから肘に近い位置で受ける場合は握った方がいいけれども、理論的にはね、手を開いてください。そしたら、はい、ここを握った時と開いた時とどっち筋肉張ります？開いた時ですね。だから手首の近い位置で受ける場合は開いた方が器用に早く受かるわけね。で、肘に近いところは拳を握った方が強く受ける。だけど本来受けは手首に近いところで顔面のパンチなんかは受けていきますから、開いた方が受けやすいというふうに考えているんですね。それは受けはあくまでも基本ですよ。それと、まあ、これに付随して当て身の基本もそうです。硬いところには硬いのはダメなんです。硬いところへは柔らかい小手なんかがよく、柔らかいところには硬いものが効くというのが本来当て身の基本。だから顔面なんかは硬いもので打つよりも、ね、要するにこう指とかをすぐ行ってしまう、こういうところに当たるとね。だけどこういう小手とかで打ってやる方が頭に響く。だから顔面は小手、ボディは正拳というふうに考えておいてもいいよ。これが当て身の基本です、ね。今からやるのは受け手の基本。